ました Netflix 実写ドラマ化されるワンピース、先日ついに、メインキャスト発表されましたけど、びっくりしたね、マッケンだってゾロすごいねマッケンマジでってみんなで言ってたよ。知らなかったですか。いや知らなかったまあでもほら、ちょっと前に海外行ってからそんなに全然連絡も取ってないし、全然お会いもできなかったので、びっくりしました。びっくりした。あでもなんか何ハリウッド出るっていうのを聞いてたから、うん、まさかワンピースなんだみたいなすごいプレッシャーじゃない、うん、ついに彼はもう世界へ羽ばたっちゃったね。でも英語もペラペラだし、ちょっとネイティブだから、逆に日本にいたのが間違いだったんじゃない彼は。本当に世界に、うん、でもいいね、早くに出れて。お父さんもね、向こうでやってたし、方だし、頑張ってって思う。もう応援だけしてます。ちなみに原作者の小田栄一郎先生がエグゼクティブプロデューサーで入るんですか。そうなんです。でマッケンの他にルフィ役でメキシコの俳優イニャキ・ゴドイ、18歳だって。メインキャスト5人が決まったと。はい、言語は英語なのかな。どうするんだろう、ね、どうなんですかね。世界向けのだってドラマですもんね、ネットリックスだからね。うん、モンキー・ディ・リューフィーを演じるのはニアキ・ゴードイさん、ドラマ「そしてサラは殺された」ネットフリックスの作品に出演しており、注目を集めているルーキー、ナミを演じるエミリー・ラットはホラームービーの「フィアーストリート」というのに出ていて、ネットフリックスですね、こちらも3部作で注目を浴びた新星、28歳です。でウソップを演じるのがジェイコブ・ロメーロ・ギブソンさん、海外ドラマに出演し実力を発揮中と。サンジを演じるタズ・スカイラーさん、映画ドラマ次々に出演し、人気を集めていると。結構じゃあ若手なのかな。うん、若手を中心にこれからのみたいなところもあるんですかね。ワンピースはまあ国内人気はもちろんだけど、海外人気もすごい高い作品だからね、世界が注目するんじゃないですか。写真はこんな感じ。腕どうすんの、伸びんのか。 CG かな。 CG じゃないですか。うん、どうすんだろうね、あの世界観を。いつからやるの。まだ具体的なことは決まってない、発表はされてないんじゃないですかね。撮影も入ってんだよね。でもうん、だからネットリックスだから10本ぐらい、10話とかかな。10話。まあでも続くのかずっと、うん、いや楽しみですよ、ね、どうなるんだろうね。知ってる人が出るっていうのまたね、うん、楽しみじゃないですか。もうマッケンとは呼ばないマッケンってこの前に番組でねエピソード話してた時、うん、マッケンマッケンってもう言わない。新田さんじゃあなんかあるのかな、ミドルネームみたいな。うん、まあケンユーケンユー頑張れマッケン。まあそんなことよりでも俺はワンピースの原作が続きが早く見たくてしょうがないんですよ。101巻が出ましたね先日。そうアニメも1000話になったし、で映画もあるでしょ来年8月かな。もう楽しみが、もうそれだけだよ楽しみが今ねワンピースがちょっとだいぶ盛り上がってますね。やばいから今、ね、もう楽しみすぎます。